はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。今日は何の話かというと、アウトプットについてです。アウトプットのマインドセットをインプットと絡めながら皆さんと一緒に掘り下げて考えていければと思っています。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい、今回のテーマはアウトプットについてです。 皆さんは普段アウトトプットどれれらいされていてるでしょうかここで言っているアウトプットというのはいろいろな意味があって例えば SNS での情報発信 Twitter、まあ、だとか、うん、インスタあるいはもう少し、うん、量の多いものだとブログやノートを書いていらっしゃる方も、えー、いるかもしれませんお仕事に目を向けると、うん、提案だとか企画書、えー、報告書プレゼンテーションの資料などもあのアウトプットに入ると思います でこうしたアウトプットをしているとあの自然とインプットのこう感度が上が上ってくるといいうう経験はないでしょうか例えばあるテーマでこう提案書であったり報告書を作った後にそのテーマのこう情報がすごくネットだとかあの街中を歩いていても目に入りやすいこう意識して意識していなくても入ってくるという経験ですよね。 こうしたあのインプットとアウトプットの好循環というのはえ起こると思うんです。アウトプットをすることによってこう、インプットが強化されて、それがまたアウトプットにつながるという、こうぐるぐる回っていくあの、好ましいサイクルです。で、えっと、このインプットとアウトプットのこう相乗関係、相互関係というのは、あの 何かに似てていいるるなぁと思っているんですねでそれは何かというとあの人間の、まあ、呼吸なんですよねあの。息を吸って吐くという呼吸です。で呼吸というのは、まあ、息をこう吐くからこそ新しいこう新鮮な空気を吸うことができます。でこれと同じことがインプットとアウトプットの関係にも、えー、通じると思うんですよね。あの息を吐くことによってこう 余白が生まれる肺の中にあのスペースが生まれるでその新しい余白の分だけ、うん、空気がこう新たに入ってくる、まあ、その受け入れ体制が整うという呼吸の、えー、構図はあのインプットとアウトプットの関係と同じでアウトプットをするからこそ、うん、その抜けた分だけ余白が生まれてインプットがこう 入ってくるというふうに見ることができると思うんですでここでのポイントはうんと呼吸ではこう最初に吐く吐いたことによって新しい空気が入ってくるでアウトプットとインプットも同じように考えると、うん、いいなと思っていてあの意識としてですね先にアウトプットをするという あの実態としてアウトプットをするというのもありますしあの頭の中の意識としてアウトプットをするという前提で、えー、インプットをするというのにもあの解釈を広げると,、えー、っと言えるかなと思うんです。というのは厳密にはアウトプットするためには何かしらのインプットがあるので、まあ、最初に来るのはインプットだと思うんですけれどもそのインプットの前に 仮想的にこういうういいアウトトプッををするというのを頭の頭中で作っておくんですでそうするとそのアウトプットをするためにどんな情報が必要なのかというのを逆算してインプット情報をこう自ら、うん、主体的に能動的に獲得していくという姿勢になりますでこれが、えー、とアウトプット前提のインプットだと思っていて先ほど言ったアウトプットとインプットの好循環にもの最初の 1>, 1サイクルですかね、一回りするののうん1周目がアウトプット前提のインプット、そして実際にインプットをしてアウトプットにつなげる、さらにそれがインプットにつながってというような、こうぐるぐる回っていくと、こうあたかも呼吸,をしずし呼吸をするような自然なサイクルで、インプットとアウトプット、そして次のインプットとアウトプットというのが流れていって、 アウトプットの好循環インププッットトトとアウトプットの好循環が生ままれていきますですのであの今回何を言いたかったかというと,、えー、とアウトプット前提のインプットを、えー、してみようということもう一つは、うん、とどこかにその余白を持っていく大切さですねあまりにこうガチガチにインプットを詰め込みすぎるよりもどこかに余裕があることによって あの新しいインプットが入ってくるそうしたあの100のスペースがあったときに100詰め込むよりも80ぐらいのインプットをしておいてその20は常にこう新しく入ってくるそのをアウトプットにつなげるという姿勢も大事なんじゃないかなと思って今日はアウトプットとインプットの好循環を呼吸の話と交えながら皆さんと一緒にこう考えたいなと思ってこんな話をさせていただきました。 はい、えー、というわけでそろそろクロージングです。えー、今回は、えー、アウトプットと、まあ、インプットについてですね、まあ、どんな姿勢でマインドセットでアウトプットをしていけばいいか、それがアウトプットとインプットの好循環につながるという話を、えー、させていただきました。いかがだったでしょうかぜひあの普段のアウトプットで何かうん参考になる、面白いなと思ってもらえると、えー、よかったなと思います。はい 今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルでは毎日配信をしています。次回もぜひお聞きになってください。また他にもコンテンツたくさんあげています。そちらもよければぜひぜひご覧になってみてください。であとチャンネル登録をしていただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。 今日も素敵な一日をお過ごしください。